もう一回緊張の瞬間が、はいはい、そうですね、はい、じゃあはい、ドキドキしますね、はい、これそれでは、はい、はい、それじゃあ私の方から発表させていただきましょうかね、はい、私も知らないですまだ、はい、はい、はい、そうですか、田中さんも知らないです、はいはい、今じゃあこのリアルタイムで、そうですよ、この紙に書かれてるってことですよね、そうでございます、はい、これもまた緊張が終わったと思ったらまた新しい緊張を生んでくださる、そうです、最優秀賞アーティストさんじゃないですか、これまた、はい、せっかくなのでお三方は 前にそうですね、はい、はい、あ、最優秀アーティストさんは、優勝チームの方が選ばれます、はい、はい、選ばれるんでございます、はい、川崎チームの中で、はい、最優秀アーティスト、発表させていただきたいと思います。こちらのクォーターノートで10月ワンマンライブをやっていただけるということで、はい、皆様来ていただきますよね、ワンマンライブ、ぜひぜひ、はい、はい、行きましょう、これ無料ですよね、無料ワンマンライブです、そうですね、はい、はい、はいはいはい、それでは、発表させていただきます、はい、第1回、田町クォーターノートストリート甲子園、優勝エリアからの、最優秀、アーティストの発表です、浅間由紀さん、